こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。ブラックタイヤフェア前に行きそうです。ジョリーズヘイローそれに続いています。さらにはシグナルエイコーン、5番メテオターフ、その後ろアイアンファイヤー、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはブラックタイヤフェア、緑の帽子サマースコール、その後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から先手を取ったのはブラックタイヤフェア、その横にサマースコール、ジョリーズヘイロー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアイフレンドドーン、さらにはメイクスキーム、青の帽子メテオターフ、その後ろアンブライドルド、すぐ後ろ並んで8番シグナルエイコーン、スノーアンドレ、この馬もこのグループ、これに続くのがアイルトンパワー、並んで4番ブルーホーネット、その後ろからはアイアンファイヤー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はサマースコール、ドクターゼウス、先頭に襲いかかってきました。ブラックタイヤフェア3番手ミスター東陣、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサマースコール、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サマースコール先頭、ブラックタイヤフェア先頭、2番手はサマースコール、残り 200m ブラックタイヤフェア先頭だ、残り 100m ブラックタイヤフェア先頭、2番手はアンブライドルド、ブラックタイヤフェアゴールイン、ブラックタイヤフェア1着、2着にはどうやらアンブライドルド、勝ったのはブラックタイヤフェア、見事な勝利です。